皆さんこんにちは、ワンダリングルフジです。では今回は大戦略大東亜攻防史3続きをプレイしていきたいと思います。今回はウェイク島上陸戦ということで、まあ、いわゆるウェイキー諸島ですね、こちらの攻略作戦を行っていきたいと思います。まず、作戦の概要についてですね、確認をしていきたいと思います。日本軍はハワイより日本側にあるウェイク島を占領するために第6水雷隊含むウェイク島攻略部隊を編成し、ウェイク島への上陸を敢行しようとするも高波に阻まれ延期となった。その後、支援部隊として真珠湾攻撃から寄港途中の空母飛龍、他の空母も加わり、関西機からの支援を受けつつ再度上陸を開始した。はい、ということで今回は空母飛龍、蒼龍、山口さんの部隊も合流してウェイキー諸島を、ね、攻略していこうという内容になっています。そもそもウェイキーはですね、井上さんの南洋部隊が管轄だったんですけども、今説明のあったようにですね、第1次攻略作戦が失敗してしまって、その後第2次攻略作戦を行うんですが、今回はその第2次攻略作戦の内容になっていると思います。では早速始めていきましょう。はい、まずマップなんですけども、こんな形になってますね。ここに敵の本拠地があるので、ここをね攻略するというのが目標になります。ただ上陸できそうな拠点がですね、ここなんですよね。海軍の基地がここにしかないので、今いる部隊、マップでいう右下なんですけども、ここからですねぐぐぐぐぐーっと上に上がって、まずはこの海軍基地を狙うというのが一つと、あとはですね、もう完全に陸戦隊を揚陸するという意味で、揚陸艦から一番最短の陸地に上陸するという2つのルートを考えられると思うんですけども、今回ですねその2つのルートそれぞれ、プレイをね、する中で探っていきたいと思います。なのでどちらかということではなくて、どっちも、軍を進めていくというのでやっていきたいと思います。ちょっと今悪天候で部隊出撃できませんので、ターンを送っちゃいましょう。今回航空隊ですね、これだいぶ数出してますので、しっかり用意していきたいと思います。うわ、敵はガンガン攻めてくるな。敵が上空にやってきているので、この敵上空にいるものから撃破して進んでいきましょう。まずどうだろうな、航空隊で敵を撃破するというのはもちろんなんですけど、その後じゃないとちょっと怖くて、なかなか出しづらいですよね、舞台をね。ワイルドキャットやるな。大丈夫だ。いや、これ近いやつから攻撃していった方がいいな。ちょっと時間巻き戻します。さあ、いきなりポーンと飛び出してやられちゃうのが分かったので、まずはですね、近いところから攻撃していきましょう。ワイルドキャット相手に冷戦の11型がどこまで戦えるのかってとこですよね。いやー、ちょっと性能的にきついのかな。戦闘機でいうとやっぱり冷戦の11しか持ってないので、これでなんとかしのいでいくしかないかな。ワイルドキャットの方が明らかに強いからな、まあ、ここは冷戦11型をできるだけ出して数を減らしていくというのを最優先しましょう。敵の数をね、ある程度味方が撃墜されても仕方がないというところですかね。今回は偵察機いるので、偵察機も出してまず敵の位置確認しましょうか。こんな感じかな、敵は今のところ。もう一機偵察機いるので先にその偵察機出します。だいぶ開けましたね。ワイルドキャット1機撃墜して残っているのが6ユニット残ってますね。この6ユニットを、まあ、どうにか始末つけていきましょう。
で、飛龍、蒼龍含めて空母を出てるんですけども、ちょっと空母を出せるような状況では今ないので、なんとか今いる部隊でね、うまく敵を削っていきましょう。まずは敵味方ともに航空戦になりますね。この航空戦で味方の冷戦がどれだけ残れるかってところかな。パッと見でもワイルドキャットの数がどうだろう、12見えますかね。だいぶ数が多いな。どうやってこれを始末つけていくかですね。一応今偵察機出しましたけど、これ以上の増援は来てなさそうなので、まずは敵すり減ってるところから確実に倒していきましょう。敵のユニット数を減らすっていう目的ですね。逆にこっちが減るっていうね、まあそういう展開も今見ただけでもありましたけど、冷戦の数をもうちょっと増やさないと兵器取れないのかな。ようやく撃墜しましたけどね。さらに撃破してます。私の出番だ。ここ消耗戦になってるので、次生産ターンでは冷戦生産しておきましょう。負けるわけにはいかないから、もっともっと数が多分必要になってくるんじゃないかなと思われますね。生産は冷戦生産していきます。これをそうだな、5をもっと作ってもいいかなっていうぐらいしますけど、とりあえず5作りましょう。これで3ターン後に冷戦11型が5ユニット登場します。あとは敵をうまくですね封じ込めてる間に陸戦隊も、もういっそのことちょっと飛び出させてみますか。まあ、ちょっと挑戦的な内容になるとは思うんですけどね。それに合わせて爆撃機ももう飛び出させましょう。冷戦11型、まあ、戦闘機でね敵を食い止めてくれてる間を狙って爆撃機を飛ばしていきます。これで敵の飛行場を破壊してしまえば敵は降りるところがなくなって、結果的に航空隊を無力化できると思うので、ちょっとねそれを狙っていきます。ちょっと怖いですけど空母出しましょう。前線で航空隊が補給を受けられるように見られる場所の提供という意味で、思い切って空母このタイミングで出します。生産はやっぱり冷戦をもうちょっと作りましょうか。うわ、格納庫が再出すというか、格納庫の、まあ、数とかに関してはですね、お金をシナリオとシナリオの間に投入すると増やせたりはします。では先ほど作った航空機戦闘機の冷戦11型ですね、これ飛び出せるようになってますので、これ元気な5ユニットを出して近くに展開しているワイルドキャットを殲滅していきましょう。元気だとやっぱり倒してくれるね。でとどめは誰でもいいので効率重視できます。さあさらにワイルドキャット撃破してます。いやどうする中将が言った、戦いは勝つだよ理論はまさにそれですね。多少冷戦11型能力的に劣っていても数で圧倒できるっていう状態になってますね今ね。ではまず敵の飛行場にね、先行していた部隊が向かってますので、ここで倒していきたいところですが、敵もまだまだ戦闘機いるな。これ冷戦の11型再度投入しないと前線に投入するのは難しそうですね。敵航空隊の守りが厚いとなると、ちょっと冷戦の11型
到着までもうしばらく時間かかりそうですね。では陸戦隊積んだ輸送船、これを出していきます。いつでも行けるぞ。空から無理ならまず上陸してやれっていうね、そういう作戦ですけど、まあ、空からの支援がないとちょっと心配ではありますね。では味方の本拠地近くにいたワイルドキャットは全部壊滅させましたので、一度基地に戻れる人は戻って補給をして、その後再度出撃しましょう。さらに輸送船とあとは揚陸艦ダイハツに乗った部隊をですね大量に送り込みます。これで前線で時間稼ぎしましょう。それとですね、まあ、ある程度の犠牲を覚悟の上で取り囲んで進める人から進んでいくっていうね、そういうちょっと作戦も考えましょうかね。うわ、こんなにいる、こんなにいるのにその作戦やっていいんだろうかっていう、ちょっとそういう心配はあるけど、冷戦が後から追ってきてくれるのを信じましょう。ちょっとこの作戦あんまり良くなさそうだな。あとは、アウトレンジ攻撃というか、その一方的に攻撃できるレンジ違いのところで確実に敵を減らしていくというのもありですね。この際ね、ちょっと被害が多すぎる、被害が多すぎるので、ここはやっぱり冷戦の11型を待ちますか。前線の航空機の燃料考えると戻ることもちょっと難しそうですけど、まあ、ここで座して待つよりはまだマシかな。貴重な爆撃機、いやー攻撃できるならでも攻撃する、ちょっと攻撃できるなら攻撃しましょうか。飛行場の破壊思ったより進んでるな。よし、飛行場破壊できたね。なんか思ったよりあっさり飛行場破壊できた。ここにあるのもやっぱ重爆撃機ってそれだけ強いってことなのかな。いや強い、重爆撃機の破壊力半端ないわ。これは使えるぞ。思ったより重爆撃機が使えるのが分かったんで、ちょっと無理してでも力攻めしましょう。で空母からはアウトレンジ攻撃仕掛けていきます。まあ本来の空母のアウトレンジ攻撃とはちょっと違う意味のアウトレンジ攻撃になってますけど、まあ、これも立派なアウトレンジ攻撃になってますね。これは何が言ってるかっていうと、P66 ヴァンガードは射程1しか持ってないんですけど、空母の持ってるこの攻殻砲であればレンジが2なので一方的に攻撃ができるっていう意味でのアウトレンジ攻撃ですね。この97式の重爆撃機ですね、敵の基地を破壊してくれましたけど、威力はでかかったな。火力でいうとやっぱり500キロの爆弾ですかね。火力6出てますからね。1936年開発のモデルになってるな。冷戦がね、まあ11型21型ありますけど40年とかだったと思うんですよね確か。完成したのがそれよりも4年も早く完成している重爆撃機ですね。いや空母は砲撃戦本来やらないけど砲撃戦艦砲射撃も強い、これは本当に強いわ。まあ、実際このウェイキーの第二次攻撃と呼ばれている戦いにおいては真珠湾からの帰り道だった飛龍総龍が参加しているので、航空機の数はねかなり大部隊になったんじゃないかなとは思うんですけど、
実際の数は多分調べれば出るんじゃないかな。どのくらいなんでしょう。すごく気になりますね。まあ、ただかなり悲惨だったみたいですけどね、対戦中は。ここも、まあ、飢えてしまって、まあ干上がってしまった感じですよね。まあ、僕みたいに戦争をもちろん全く知らない世代の人がね、あんまり軽々しく何かものを言うべきではないんだろうなとは思うんですけど、ダイハツの方にはですね、まあ、戦車とか重いものは当然乗せられないので、まあ、軽いもの中心ということになるので、やっぱり輸送船ですね、これとのバランスはちょっと見ておく必要があるかなってところですね。さあ、火力を発揮してくれた爆撃機ですけど、爆撃機はこの後一度本拠地に戻して爆弾を補充して再び敵本拠地に向かってもらいたいので慎重に取り扱いましょう。ここにある対空の機関砲が邪魔だな。この対空の機関砲は陸戦隊で片付けたいですよね。なのでそれ以外のを叩いておきましょう。まあその間に多少なりともダメージが蓄積してしまうかなとは思いますけど。さあ、では上陸部隊が上陸できますね。ここまでちらおちら陸戦隊が頑張ってくれた甲斐がありました。陸戦隊を下ろして進軍を続けましょう。まあ、残念ながらね、いわゆる輸送船、大型船に関しては敵の港からじゃないと侵入できないので、まあ、ここはね、地波とか、まあ、いわゆる戦車乗せているものはこのままえちらおちら大回りして敵の基地近くまで忍び寄っていきましょう。ではここからは陸戦隊がスムーズに進軍できるように、陸戦隊の進軍ルート上にいる敵を中心に叩いていきましょう。まあ、脆弱な歩兵が中心なので、その歩兵が守られるようにっていうね、ちょっとそういうのをしっかり意識して、進めていきたいと思います。さあ、敵基地のところに空母を貼り付けてですね、まあ、ちょっと戦い方として空母らしからぬ戦い方にはなってるんですけども、ゴリゴリ押してってます。ちょっとこのまま押し切れたらいいなというところですね。うまくすれば陸戦隊とこうして敵を一気に殲滅できるチャンスですね。で、威力を発揮 してくれた重爆撃機もまた接近してきてるので、これもね、うまく活用をして敵の本拠地破壊でもいいかなっていう感じがしますね。していっちゃいましょう。では爆撃機による破壊を行っていきます。このターンで決められたら嬉しいかな。ちょっとこのターンで決めきれるように爆撃機で敵の本拠地の周りを囲んで一気に数を減らしていきましょう。ちょっと残っちゃうかな。ちょい残しでしたね。残念。これで破壊できるかどうかかな。ちょい残しちょい残しか。爆撃機がもうないかな。ちょっと爆撃機がないので次のターンに持ち越しになっちゃいそうですね。まあ、確実に爆撃機を敵の本拠地近くに近づけておきましょう。さらに数をね。さあ、だいぶ被害は出ちゃいましたが、ここは戦いを終わらせたいな。破壊でここを終わらせましょう。これでウェイキーの戦い勝利になってます。歩兵の被害がね、ちょっと実は大きく出ちゃいましたけども、まあ、ここは勝利優先というところで進めました。皆さんいかがでした でしょうか。今回はやっぱり爆撃機、重爆撃機がね、すごく活躍してくれましたね。この97式の重爆撃機で、逆にね、輸送機、輸送船に乗せた
戦車たちがあんまり活躍の場がなかったのがね、ちょっと今回残念だったというか、僕の戦略上の戦術上の誤りだったかなと思います。もしやるんだったら、ここはもう航空機、戦闘機とあと爆撃機で固めて一気にね、こう敵の施設を中心に爆撃を敢行していくっていうのが多分一番効率がいい戦い方になったんじゃないかなと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。